ジョン・アレステア・ケアは、スコットランド出身の男子アイスダンス選手権俳優。パートナーは、姉のシネイド・ケア。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピックアイスダンスイギリス代表、2009年、2011年、ヨーロッパ選手権3位。2006年スケートアメリカでのケア指定日本では、ジョン・カート表記、故障されることも多いが、 本校ではより本来の発音に近いケアの表記を用いる。俳優としても活動し、スコットランドのサッカー選手であったアリー・マッコイスと役としてテレビシリーズに出演した。2013年4月にアゼルバイジャン代表として活躍した元アイスダンサーのナディーン・アハメドと婚約。2014年6月21日、スコットランドで挙式を行い、ライアン・ブラッド・レイが ベストマンの一人を務めた。2017年1月9日に第一子となる男児が誕生した。スコットランドのブロックスバーンで生まれ、8歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代にはアンナ・サイレットとカップルを結成し、イギリス選手権のジュニアクラスなどに出場していたが、解散2000年に実施のシネイド・ケアーとカップルを結成した。 姉とカップル結成後にシニアクラスに移行し、2003から2004シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦、イギリス選手権では初優勝を飾った。初出場の2004年も欧州選手権では10位、同じく初出場の2004年世界選手権では14位となった。トリノオリンピックを控えた2005から2006シーズン。 イギリス選手権で3連覇を果たし取りのオリンピックに出場。オリンピックでは、コンパルソリーダンスとオリジナルダンスで11位、フリーダンスでは13位となり、総合10位に終わった。2006から2007シーズンよりコーチをエフゲニー・プラトフに変え、迎えたネーベル・ホールンハイで、国際大会初優勝を飾った。二千七から二千八シーズンのオリジナルダンスでは、 出身のスコットランドの民族衣装キルトを着用しての演技を行った。国際スケート連盟のルールでは、男子選手は長ズボンの着用が義務付けられているが、許可を得て演技を行った。2008から2009シーズン、スケートアメリカで3位となり、グランプリシリーズで初のメダルを獲得した。エリック・ボン・パールハイでも3位で、シリーズ最高の成績を収めた。 イギリス選手権では6連覇を果たし、欧州選手権では初めての表彰台に立った。イギリスの選手が欧州選手権でメダルを獲得したのは1994年のジェーン・トービル・クリストファー・ディングミ以来15年ぶりとなる。2009から2010シーズン、初めてグランプリファイナルに進出し4位。バンクーバーオリンピックでは8位、世界選手権では過去最高の5位。 2010から2011シーズン、スケートカナダでは2位。ロステレコムハイは肩の怪我のために欠場した。欧州選手権では2度目の銅メダルを獲得。2011年3月29日、肩の怪我により世界選手権の欠場を発表。翌月、競技からの引退を発表した。引退後は、小スケーターとして活躍、地元、 イギリスで行われた2012年欧州選手権にはアンバサダーとして登場。スターズ・オン・アイス等のアイスショーにも出演している。2012年にはテレビドラマグリーシーズン4の第10話にキンバリー・ナバーロ、ブレント・ボメント・レグミと共にスケーターとして出演した。コーチや振付師もしており、ガリト・チャイトと共に仕事をしている。ありがとうございます。